問題。キノコにはいろんなキノコがあるのだが、ではこの中でマイタケは次のうちどれかな？難しいかな？正解は C がマイタケだ。ちなみに D は食べ物じゃないから気をつけるんだぞ。やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、前回は日神洞窟を無事攻略いたしまして、オリビアさんが日神様の能力を手に入れることができました。ってことで、今回は砂漠のいろんなところにあった塔にね、はい、魔法陣があったんですけど、その魔法陣で火をつけていくところからっていう感じですかね。はい、ということで早速まずはここに塔がありますね。ここの塔の魔法陣で火をつけていこうかな。火つくのかな、どうなのかな。はい、登っていきたいと思います。さあ、ここ登りますと、あ、そっか、ここはもうすでに火がついてたか。そうかそうか。あ、でもここの文字読んでみない？はい、ここ文字読んでみよう。私の足元に瞳は眠る。私の足元、この古代文字もメモしておこう。はい、ありがとうございます。いろいろメモするものが増えてきたね。とりあえずじゃあここはもう火がついてるから、他の、塔に登ってまた、火つけていきましょう。はい、じゃあブーンと行っちゃいまして、まずは、砂漠の、じゃあ左行こうかな。こっち左まだ俺行ったことなくない？こっちはあれ、なんかここ来たっけ。あ、来たか。あれ来てないっけどっちだっけ。まあいいや。いろんなものが、はい、まずここで紙ペーラで穴埋めまして、あとはここ、はい、穴を掘ってもらいましょう。お願いします。オッケー。お、なんかハンマー出てきた。なんだこれ、ゴールドハンマー。へえ、敵を叩くとコインが出るお得なハンマー。へえそんなハンマーがあったのね。じゃあこちらもお願いします。はい、よいしょと。はい、ここはコインだけかな。うん、そんな感じだね。でさ、奥にめっちゃキノピオが埋まってるんだよな、多分な。あとはこれ、よいしょ、ここに、はい、カブトムシがいるかな。多分これキノピオでしょ。よいしょ、はい、復活。ここは左砂漠です。目の前の大きな塔は砂漠全体で4つあるそうですよ。じゃあここ紙ペラで埋めて、あとはここもね。あ、待って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 、あれ、よっと、またいっぱいできてる。カロン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 と勝負ですね。サクッと倒しちゃいましょう。倒せないか。あ、倒したやったー、これで倒したことになったんだ。じゃあここの、待って、なんかカラスがいるな、怖いな。とりあえず引っ張るか。引っ張ります。はい、ゾンビじゃないですゾンビだと思ってないです。よし、オッケー。じゃあこのカラスさんと戦っていきましょう。こんな敵今までマリオシリーズで出てきたっけ。へえ、クロスケーって言うんだ知らんかった。じゃあキラキラブーツで、まずはピョン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 スター。オッケー、倒せましたね。あとはキラキラハンマーでしっかりちゃっかり倒しちゃった。ナイスエクセレント、お疲れさん。よっしゃー、一発クリア。さ、倒しましたぜ。で、このドクロ気になんだけど、これってもしかして、あー、やっぱキノピオなんだありがとうございます。ドクロリオールなんてちょっとセンス悪いですよね。そうだね、しかもそれをサボテンにつけるっていう誰がつけたんでしょうか。お墓じゃないです大丈夫、分かってる分かってるちゃんとキノピオだと思ってるよ。はい、キノコじゃないです。あー、キノコじゃないのか。そうか。あ、このサボテンちっちゃいこれはそうだよね、キノピオさんですよね。時がなくてもサボテンってわかりました。うん、お、キノピオ救出率 100% やったぜ。よし、そんじゃそろそろこの塔に入っていきましょうかね。はい、上上がります。さあ、上上がると、おー、魔法陣あったね。よしよしよし。で、ここ紙ペラで埋めて、文字読めます。はい、お願いします。針をまとう双子の足元に瞳は眠る。針をまとう双子の足元、この子で文字も見ましておこう。お願いします。とりあえずじゃあここ火つけますか。はい、オリビアさん出番ですよ、お願いします。あ、くるくるしてる、これ日神様の魔法陣かも。
はい、じゃあ神の力で使ってお願いします。さあ変身さあ今日もスキップせずにちょっと変身シーンを見ちゃおうかな。これ何度見ても俺的には飽きないんだけどなさあ変身していただいて、おおいいね、かっこいいね、素敵。これ折り紙一体何枚使ってんだろうさあ、おお火ついた、すげえ。これで火がつくとどうなるんです？オリビア君、ハートどころか体が燃えていたぞ。神の力はすごいなこんな狭いところで思いっきりファイヤーしちゃいましたけど、わあ黒いお水が燃えてます。メラメラですわ。メラメラだね、うん、おかげで明るい、やっぱり明るい部屋っていいもんですわね。そうだね、うん、でも明るくなっただけ、これだけのためなのかな。うん、多分違いますね。他の塔にもこうやって火を灯せる場所があったんで、それじゃあ早速他の塔にも行きますか。はい、チャンネル登録よろしくま。さあさあ、ではこのまま右にも行っちゃいましょうか。この右には、はい、右砂漠、ここも来たことないよね多分ね。え、なんかテレサがいたんだけど、え、なんかテレサがいっぱいいる。ここはなんかダンジョンっぽくなってんね。ちょっと待って待って、カロンが来た、カロンが来た。倒しちゃった方がいいかな。ちょっと倒しちゃいますか、サクッと。はい、あ、倒せたやったぜ。ここ開けるね。うん、ここはなんか火が灯せそうだけど違うのかな。ここ壊せます？ここは壊せないか。待って、テレサが、テレサが来てる、テレサが来てる。怖いよ怖いよ。あ、かわいいそしてここにもテレサ倒してる。あ、これは戦闘になるか。はい、じゃあサクッとテレサさん倒していきましょう。さあキラハンマーで、いやさあ、やばい、あーよかった、タイミングしくったけど。はい、キノピオさんたちありがとうさあこれで、うん、ここになんか壺がありますね。これ壊してみる。なんだなんだなんだ、ヘビだ。これキノピオさんじゃない？あ、そうだありがとうございます。さすがに壺の中に4人は狭かったです。でしょうね。いや、むしろ1人入るのだけでもすごいわ。あ、これテレサ倒せる。待って、これで、おー消えちゃった。あ、ここにもヘビいますね。はい、キノピオさん助けてあげる。はい、私ってレアなんです。ヘビになっても性格は変わらないんですね。そうなの待って、じゃあここ、はい、お願いします。よいしょと、はい、サンキュー。お、なんかゴールドブーツ、へえ、おお、さっきのハンマーの靴板って感じか。ナイス。んー、じゃあここの穴も埋めまして、あ、そこにもヘビいますね。はい、助けてあげよう、キノピオさん。はい、そしてマリオさんでしたか。びっくりして逃げちゃいました。逃げないで逃げないで確かもう一匹ヘビいたよね。うん、4匹って言ってたから多分左側にいるのかな。ないね。あ、まずいまずいまずい、えい、あ、やばいやばいやばい、えい、よし、倒しちゃって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 、どこから出るか、どこから出るか、よしよしよし、今のうちだ、倒しちゃえ、よーし、倒せた。そして宝箱開けます。はい、おお、ナンバス59、ハリボテテレサ、オッケー。お、お宝発見率 100%。 さあここも埋めて、お、スカスカ穴修復率 100%。 いいんじゃないいいんじゃない、あー、ヘビいたヘビいた、よーし、これでオッケー。狭い場所って落ち着きます。修正でしょうか。わかるよなんだかんだね、そう、広い部屋とかよりもなんか狭いところの方がね、すごい落ち着き感ありますよね。わかるわかる。右砂漠はこれにて完了って感じかな。うん、んー、じゃあ、ここは出まして、じゃあホテル側のところに行きましょうか。はい、そんで塔があったのはこの右と左ですよね。はい、まずは、右奥砂漠、右奥砂漠に、はい、この塔ありましたね。はい、じゃあこの塔の紐つけていきましょう。はい、登ります。はい、魔法陣ありました。そしてここの文章も読んでおきましょう。波の壁に囲まれた炎の下に瞳は眠る。うん、この
答えバシバシバシておこう。ありがとうございます。じゃあここで火つけていきましょう。神の力お願いします。あ、これから私の見せ場だけどスキップしちゃいます。あははは、じゃあお願いします。多分ね、うん、さっきの変身シーンと一緒だからかな。うん、いいサービスですね。はい、さあでは、ここもつけまして、もう一つですね、あとは左奥砂漠かな、そちらも行っちゃいましょう。の前にそこら辺にね、ちょっとね埋まってるんですよね。さあ助けてあげようかな。えい、引っ張って、はい、ここ右奥砂漠には大きな塔があるんです。一体何のためにあるんでしょうね。うん、多分この後それが解明されるんじゃないかな。さあ、あと気になるのここですよね。うん、ちょっと降りて、はい、いっぱい、サンボたちがいるのと、あとサソリがいるんだよね。まあサソリはキノピオだと思うんだけど。おー、シャッフルされた、やばい。あ、これ見とかないといけないやつだったんじゃない。ここ穴掘りワンワン、あ、オッケーオッケーオッケー、サソリナイス、当たりです。そしてもう一匹どこだろう、こことか違う、よいしょ、あ、コインだ。ここはそうで、あれ、ちょっと一旦離れていいかな。これ一旦離れるとどうなる。あ、出てきてくれるんだ、なるほど。でもう一回見ることできる。さあしっかりサソリのとこ見て、はい、サソリのとこ見て、オッケーオッケーオッケー、いましたね、左ね、上ね、右、おお、オッケー、ここですね。はい、穴掘りワンワンお願いします。よーし、オッケー、ナイス、正解。お、キノピオ 100%、救出率 100%、 ナイスです。んじゃあここ出ちゃいましょうかね。はい、では左奥砂漠にも行っちゃいましょう。はい、左奥砂漠来ました。じゃあまずここ、はい、穴掘りワンワンしていただいて、おお、めっちゃコイン出る、ありがたい。少しずつお金増えてますね、よかったよかった。んで、ここもすごいな、なんか気になるとこばかりだな。とりあえず全部のこの石割ってみます。はい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 、これなんか割り順番に意味があるとか、もしかしてそういうことなのかな。全部割ってみたよ。おお、なんだなんだ、おお、じゃあここお願いします。何が出るのかな。あ、フィギュアだ、やったぜ。ナンバー62、兄弟ハリボテ3本。んじゃあこの塔登っていきましょう。これで全部の塔に火が灯せるんじゃないかな。はい、じゃここ読んで、水の上の太陽がすべて隠れるその下に瞳は眠る。この答え文字もメモしておこう。お願いします。さあではオリビアさん、ここもぜひお願いします。ただ多分カットになると思うけど。あ、これから私の見せ場だけどスキップしちゃいます。はい、スキップお願いします。よし、これで火つきましたね。さあ全部火ついたけど、これなんか変わったりすんのかな。ひとまず降りますか。特になんかイベントが発生するとかではないんだね。そうか、あれ、ちょっと期待しちゃってたんだけどな。あ、待って、ここも穴掘れますね。はい、じゃあ穴掘っちゃいましょう。えい、オッケー、コインゲット。この後どこ行けばいいんだろう。ちょっとオリビアさんヒントください。のっぽさんの古代文字、私の足元って、のっぽさんの足元のこと。あ、ちょっと一旦もう一回古代文字確認しますか。そしたら、古代文字のメモを確認するか。はい、塔の中の石碑、ちょっとこれ確認しよう。私の足元に瞳は眠る、波の壁に囲まれた炎の下に瞳は眠る、針をまとう双子の足元に瞳は眠る、水の上の太陽がすべて隠れるその下に瞳は眠る。うん。うーんって感じだよな。あ、ちなみにここ読んでなかったね、そういえば。ここ読みましょう。うん、先生、これが私たちの追ってる黄色の紙テープです。砂に埋まっちゃってどうにもできないの。そうだそうだ。なるほど、では古代文字を調べてみるとするか。お願いします。闇の訪れとともにキノピチュここに眠る、闇の訪れ、ほう、砂の潜り方じゃなかったんだ。うん、何これが、キノピチュ、あの巨大な石碑は
今はここで眠りについているということか。あ、巨大なんだ。へえ、そうなんだ。ベッドもお布団もないのによくこんなところで眠れますわね。じゃあそのキノピチャさんを起こしてテープを返してもらわなくちゃ。キノピチャさん。まあ多分この下にめちゃくちゃでかい、もしかしたらね、神殿みたいのが出てくるのかもしれないですね。ひとまず焼け砂大砂漠に戻ってきました。で、足元ここら辺ってことだよね。なんかあるのかな。なんとなくだけど、これでアタックしてみる。ドン。違うか。違うよな。えいえい、足元。あ、こういうこと。あ、こういうことか。あ、そういうことか。あー、なるほど。わー、変わった石が出てきました。わ、なにこれ。そういうことね。掘ればよかったのね。うむ、これは相当古いものだな。古代の秘宝かもしれんぞ。よっしゃ、見つけた。ナイス。ひし形の宝石。あ、わかった。なるほど。ってことはこれで目を埋めるのか。そういうことか。あ、ようやくわかったわ。で、はい、ここで調べる。そして、ひし形の宝石をここにはめる。そうするとわー、ぴったりはまりました。かわいい。かわいいのかな。お、キラキラしたよね。あら、はめた石がキラキラ光ってますわ。なにこれ、きれいって。なんかガタガタしてるけど大丈夫。うおおおおお、どうしたどうした。なんだ、地震っていうよりかは、おお、なんか回り始めたよ。あ、そういうこと。おお、すげー。え、なんだなんだ。ん、おお、そっちに光がいった。なるほど。なんか光が出たよ。おお、大丈夫かみんな。突然揺れて転んじゃった。一体何が起きたの。まあでもこれでまずは一つ目が解決したってことかな。あとだから3つの塔のまずは宝石を探すんだ。そういうことか。だからあ、 OKOK、 待って、ちょっとまず上見よう。うん、あら、のっぽさん、さっきと違う方を向いてるような。そうだね、何かよっぽど見たいものがあるのかしら。うん、さっきのキノピチュだっけにの方向に向いてますね。んじゃあ古代文字のメモもう一回確認して、はい、一つ目は私の足元に瞳は眠る。次、波の壁に囲まれた炎の下に瞳は眠る。じゃあこれいきましょうか。波の壁に囲まれた炎の下、波の壁に囲まれたどっかあったっけ。ちょ、オリビアさん、ちょっとヒントお願いします。のっぽさんの古代文字、波の壁って何かしら。波の絵が描かれた壁、波の絵が描かれた壁。ちょっとホテルの方へ戻っています。チャンネル登録よろしくま。さあ、ホテルのところまで戻ってきたけど、波の絵なんてどっか描かれてたっけ。あ、ここの古代文字読んでみる。これなんだ。この下に富あり。この下に富あり。掘ってみよっか。お願いします。えい。本当だ、富あった。そんなところにお宝があったのか。お宝欲しかった。ごめんよ。ん、待って、あそこにキノピオがいる。ちょっと待って、あそこにキノピオがいるんだけど、どうにかして助けられないかな。あ、ここにもしかしてさ、隠れブロックあるんじゃない。隠しブロックあった。よ、やった。これで登ってで、ここのキノピオさん助けられると。そういうことだ。やったー。オッケーオッケー、よし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 。マリオさんならきっとこの木を叩いてくれると信じてました。いやー、ありがとう。んー、でも波が描かれた場所なんか特に見当たらないんだよな。ここら辺じゃないのかな。おお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 、なんかこういろんなものがある。待って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 、とりあえずここ、はい、壊して、あとここ紙ペーラーで埋めまして、よいしょよいしょ、いっぱい紙ペーラー使うな。よし、んでハテナブロックと、よーし、 OK、 キラキラハンマーゲット。んー、なんかこっちになんかあった。お、なんかあるぞなんかあるぞ。知らないとこ来た。待って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 、一旦ここ、はい、穴埋めて、で、ここも埋め
て、で、こっち来ましたけど、おー、サソリ。はい、キノピオさん。どうもどうも。ありがとうございます。折り紙に毒はありませんので、ご安心を。よかった、安心するわ。お、ファイアゲット？キラファイアフラワー。へー、強いファイアボールを1列分の敵に投げつける。サンキューです。おーっと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 、待って待ってね、待ってね。宝箱が、なんか埋まってるのかな？あ、ここはコインだね。オッケー、コインゲット。そして、ここに、フィギュアかなんか埋まってない？えい！あ、やっぱそうだ。やったぜー。ナンバー60、ブーツカー。ゲット、フィギュアも結構集まってきたんじゃない？ただ、ここら辺、他にはなんか特になさそうな感じがするんだよな。他になんかあります？うわー、テレサさん。サクッと倒していきましょう。オッケー、倒しました。で、こっちなんか、ん？ここなんか、奥行ける！奥行けるぞ！お？何ですか、ここ？え、待って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 。なんか秘密の場所に来た感じがする。待って、とりあえず、アイスフラワーゲット。あー、これも倒していきましょう。もうどんどん倒そう。ここじゃあ、登りまして、これなんだろうな。ん？なんか入ってる？おいしょ。どうも、こんにちは。わー、テレサだー。待ってー。へへへ。待ってー、待ってねー、待ってねー、ちょっとこっち、あー、戦闘になっちゃった、結局。はい、やっとー、オッケー。んー、じゃあ、ここ、はい、叩いて、キノピオさん救出して、はいよー。ありがとうございます、サボテンのトゲで破れなくてよかった。それはよかった、ほんと。んで、ここ、はい。埋めると、これなんだ？おー、久々の喫茶店。入ってみるか。行こう。いやー、ここさ、何があるかな？誰がいるのかな？うお！なんだっけ。ハンマーブロスじゃなくて、ご注文。メガウマコーヒー。じゃあ、メガウマコーヒーいただこうかな。さあ、そしてちっちゃいクリボーいんな。メガハンマーブロスだっけ？なあ、マスター。こっちにも一杯と、ああ、違う、こっちやった。ちっちゃい方だった。なあ、マスター、こっちにも一杯頼む。うん。でけえな。うん、これで足りるかな。いや、十分足りる。おお、そんなにいっぱいいたのね。おお、おいおい、俺の分も残しといてくれよ。みんな家族なのかな。うん。いや、癒されますわ。ふう。ありがとうございます。いや、こんな場所があるんですね。チャンネル登録よろしくま。さあ、ということで、癒されもしたので早速戻りましょうか。はい。で、結局波の絵が描かれた壁というのはどこにあるんだろうか。波の、あ、波の絵あったあった。これだこれだこれ。はいはい、波の絵が描かれた、なんだっけ、ちょっともう一回古代文字、はい、確認します。波の壁に囲まれた炎の下に瞳は眠る。ってことは、炎を焚くところがここだから、ここの下にあるんじゃない、宝石が。あったー。こんなところにあったのかー。オッケー、四角い宝石これでゲット。あと2つ、あと2つ。次が、はい、足元終わった、波の壁終わった。次、針をまとう双子の足元に瞳は眠る。針をまとう双子、針をまとう双子なんていましたっけ。じゃあこれもまた、ちょっとオリビアさん、緑のあれかも、双子みたいなチクチクなのね。緑のあれ、緑のあれって何かありましたっけ。あ、緑のあれ、あーあ、待って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 、そしてキロピオさんがいた。引っ張ってあげよう。はい、ここは右砂漠です。この辺りは古代人が住んでいた集落らしいですよ。あ、だからあんなのが残ってたのか。壁の模様とか凝ってるし、古代人っておしゃれなのかも。ああ、ありがとうございます。はあ、キロピオ救出率 100%。 そっか、緑のあれって、そうか、サボテンのことか。サボテンの、双子のサボテン、とりあえず双子のサボテンどっかにあったな。これは三つ子だよな。双子ね。ちょっと双子を探そう。
ここにもいっぱいサボテンはあるけど、これじゃない？双子、双子のサボテン。待って、こいつ倒しちゃおう。えいこいつ倒して、でもしかしてここら辺にあるんじゃない？えい、あります？あったー、やったぜー。オッケー、サクサク見つかってる。いいね、いいね。さあ次行きましょう。で、ラスト、水の上の太陽がすべて隠れる、その下に瞳は眠る。水の上の太陽がすべて隠れる、水の上の太陽がすべて隠れる。ちょっとオリビアさん、のっぽさんの古代文字、水の上の太陽ってどういうこと？街になら湖がありますけど。あ、そっか、水の上の太陽。とりあえず、そっかそっか、あのホテルのところの前にある湖のところに一旦行ってみようか。よいしょ、降りて、はい、そしてここに、はい、湖がありますけど、あー、太陽とちょうどここ、ちょうどここで隠れるわ。ここ隠れた、なるほど、そういうことね、そういうことね。じゃあここ掘っていただきまして、出たー、すげえ、謎解きみたい。ってか謎解きだわ丸い宝石ゲットありがとうございます。これにて全て宝石ゲットじゃない？これでようやく塔の目も埋められるってことか。そしてここよ、そうだそうだ、嬉しい楽しい超便利アクセサリーあるぜー。で、前買えなかったんだけど、このシルバーハートプラスと、はい、買います。 OK、 サンキュー。そしてもう一つ、ブロックチャイム、これも買っちゃいましょう。これ結構高いんだよな、8000コイン。おー、まあまあでもいいでしょう。はい、よし、これせっかくだから装備しようかな。うん、オッケー。じゃあプラスメニューで、アクセサリーね。はい、で、隠しブロックのある場所をお知らせしてくれると。うん、そしてもう一つがこれね、シルバーハートプラス。オッケー、サンキュー、助かりますね。んー、じゃあ、全ての塔、宝石を埋めに行きましょう。サミヨーク砂漠のこちらの塔に登っていきます。はい、登って登って、んで、ここの、はい、宝石、あ、ちょ、はい、ここに調べて、はい、四角い宝石埋めます。そうするとまたピカーンって光るのかな。おー、動いた動いた動いた。さあ、キノピチュの方向に向きますよと。お、すげえないやー、ハイテクだなー。さあ、これで2つ目つきましたぜ。うん、お、どんどん形が現れてきましたね。おお、今度は耐えてると揺れるの分かってたから、今度は転びませんでしたわよさすがです対応バッチリじゃないですか。じゃあ、あと2つの塔も埋めに行きましょう。さあ、次は左奥砂漠とこちらの塔も埋めていきましょう。大丈夫大丈夫。さあ、では埋めます。そうするといいね、ぴったりハマってんねさあ、動くぞ動くぞ、しっかり耐えて耐えて、ゴゴゴゴゴッと。さあ、こちらは反時計回りで回ります。うん、いいね、いい光だねさあ、光が灯って、お、なんかの形が現れてきましたね。あ、待ってキノピオさん大丈夫？先生、転んじゃったのすまん、階段の上り下りでちょっと足腰が。そうだよね、だいぶ登ってるもんね。もう今日一日だけで多分1000段以上登ってるんじゃないかな、この感じで。また下がっていくんでしょ。ちょっとね、エレベーターつけてあげたいよねさあ、これで、はい、この人もまた違う方を向いてません？そうだね、マチュピチュの方、マチュピチュじゃない、キノピチュの方向いてますね。んじゃあ、ラスト、もう一つ最後の塔行きましょう。はい、左砂漠のこちらの塔、よし、埋めていきましょう。古代人に会いたいめちゃくちゃ言うんだよな。あ、待って待って待ってね。はい、では登ってください。先生頑張ってねこれ足腰鍛えられるよさあ、ではこちらの三角の目も宝石で埋めまして、埋まった。さあ、動きますよ、ガガガッと。
おお、来た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 。さあ耐えて耐えて。オッケー。これ全部右手上がったり左手が下がってたり等によって違うんだね。うん、手の上がり下がりが。はい、ってことで4つ目、ピカリント。おお、あ、これ魔法陣じゃん。そうだそうだ、そういうことか。はい、おお、よく耐えた、ナイスです。よく考えたら私浮いてるから転ぶわけなかったですわ。確かに。そうだわ、本当だわ、耐える必要性。いや、よく頑張りました、マリオも先生も。はい、そんじゃあこれでキノピチの方に行くのかな。またまた向きが変わったみたい。そうですね。はい、では乗っていきましょう。ゴー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 。いやー、ようやくですよ。結構ここまで長かった。うん、正直1時間ぐらいかかってます。さあ、ここに光が集まってますね。いや、ここでなんかライブとか行ったら、うん、すごいかっこよさそうだけど。あれ、なんか光ってます。こんなのあったかしら。いや、なかったね。あ、これもしかしたら土神様の魔法陣。そうだね、そうだね。ってことでここでまた土神様のあの土もりもりをやってくれるんですかね。はい、お願いします。頑張って、オリビアさん。久々じゃない土神様に変身するの。ゴー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 。ああ、そうだね、こんな感じだったね。そう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 、亀のね感じで。あら、かっこいい、いいですね。でも可愛いんだよな、顔な。わー、いい雄たけび。さあ、これでさあ盛り上げますわよ、だよね。ゴーゴー。おー、すごいすごいすごい、上がってきた上がってきた。あー、やっぱでけえな。おお、キノピオさんが掘られてる。おお、いや、まさにピラミッド。あー、てか黄色テープがマジで絡みついてる。オッケー、セーブ中。キノピチュ遺跡。おー、これが古代の遺跡キノピチュか。砂漠の下に埋まっていたとは、眠りにつくというのはこういうことだったのか。そうだね、うん、すごい。はい、キノピチュさんも起きたなら紙テープも返してほしいですわ。隙間から中に入っちゃってるし。確かに。そうだな、テープもきっと遺跡の中だ。さあ、入り口を探して中に入ろう。そうだね、こっから入れるわけではなさそうだもんね。こっからはテープが邪魔で入れないな。うん、ってことでじゃあ次回このキノピッチの中に入れるのかな。うん、まずは入り口を探しましょう。あ、ここが入り口じゃん。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。ぜひ次回もお楽しみに。ということで、少しでも楽しいと思っていただけた方はチャンネル登録ボタンポチッとよろしくお願いいたします。また高評価ボタンもぜひぜひ押してくれたら嬉しいです。はい、コウタでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイちゃーん。